中田宇宙は日本の牧師、音楽伝道者、福音歌手、詩人、作詞家、作曲家、編曲家、言語学者、指揮者、聖歌の偏者。福音主義、状況派の境界音楽のために生涯を捧げた。王牧場は緑の作詞者として有名であり、ヘンデルのメサイアの役者、研究家、演奏家としても知られる。 日本ホーリネス協会の中田茂春監督は実 i 誕生直後の写真、両親と父方の祖母の中田千代1896年9月9日、秋田県北秋田郡大館町にて、牧師の父、中田茂春と伝道師の母、勝子の次男として生まれた。長男はエトルフ島で、生後1ヶ月で亡くなったため、ウゴが後を継ぐ。ウゴ国にちなんで、ウゴと名付けられた。 おじの中田久義が軍隊式のスパルタ式で茂原を教育した影響で、父茂原は羽子をスパルタ式に鍛錬しようとしたが、逆効果を生んだと、後に、ウゴが語った。1901年、中田茂原がホーリネス運動を始め、ウゴも幼少期より、日本ホーリネス運動の中で育った。1911年に、青山学院中東部在学中に、 母親が病死する。半年後に、父が再婚し、今ややめが、義母になる。1917年、聖書学院の修養生であった時に、清めがわからなくなり、大島行きの船に乗り、大島で無人のボロボヤに住みながら、自殺をしようと考えた。大島で伝道をしていた日本法リネス、教会伝道者である、安倍千太郎の使いが、安倍の命により、うごう 安倍のもとに連れて行った。安倍に村外れの共同墓地に連れて行かれ、そこで安倍より自我に死ぬということを教えられ、清めを悟った。その時、賛美歌もって主に使えよというお声を聞いて、音楽伝道への献身を志した。その後、復学し、聖書学院を卒業する。1918年に日本ホーリネス教会の牧師になる。 1919年10月より、姫路で開かれた山陽収容会で、父の恩師ルーベン・トーレイの説教を聞きに行ったとき、トーレイから勧められて、ロサンゼルス聖書学院に留学することになり、トーレイと同じサイベリアマールで渡米した。1919年ロサンゼルス聖書学院の合唱隊に参加して、メサイアを歌う。1920年にアメリカで東洋宣教会、 北米ホーリネス教会の牧師になる。父、シゲハルが渡米した際に、シカゴの教会で共に、メサイアの演奏を聴く。父、シゲハルはメサイアに深い感銘を受け、それがホーリネスリバイバルの原動力になる。中田シゲハルウゴ親子1921年4月、中田シゲハルは、ウゴに、ムーディにとってのアイラサンキーのようになってほしくて、 シカゴ音楽専門学校で音楽を学ばせた。父、シゲハルも同伴していた。1921年9月、帰国途上ロサンゼルスの北米ホーリネス協会の最初の受選式に出席した後、父と共に帰国。1923年にホーリネス運動のために編集されたリバイバル成果を出版する。1927年8月28日、 アメリカのインディアナ州はイノナで、今井浅子と結婚して、1928年6月11日には、長女純が誕生する。1931年4月、ホーリネスリバイバルの最中に、父、重春から、流れに沿わぬるという理由でホーリネスの大会を命じられ、聖書学院を去る。義母はやめとの確執が原因であったと言われる。その後、神経衰弱をやむ。その頃、 大館町の町長よりう後に秋田県が送られてきた。うごは毎日散歩に連れ出すようになり、徐々に健康を回復したので成果の返産に取り組み、ついに昭和7年版のリバイバル成果を返産を完成させることができた。1932年に東京ボランティアクワイヤーを、指導士ヘンデルのメサイアを講演する。以降、11年間メサイアの講演は続けられ、 メサイアの中田として知られるようになる。次第に、父、シゲハルとの確執は深刻化し、シゲハルからは、戸籍上でも親子の縁を切られる。しかし、1939年の父と義母の死去の際には、ウゴは、両親と和解することができた。1943年、東京ボランティアクワイアが解散する。1944年には、国内でのメサイの演奏は、 不可能になったが、戦時下にあって、元団員を集めて、ヨックからの海外放送を聞きながら継続する。森山悟戦後の1947年より1960年まで、東京チャペルセンターの音楽主事を務め、同行閉鎖までの10年間新中軍、軍属、家族、日本人の回収の音楽指導を行う。新中軍の要請により、 クリスマスシーズンのメサイアの演奏を再開する。また、同時に1946年2月、聖書学院を創立し、初代学園長に就任する。さらに、東京都秋島市宗教法人、広明学園音楽教師をも兼任する。1946年11月30日の伝道説教で、小山玲二がイエスキリストを信じた。1953年に、 ヘンデルのメサイアの日本語訳、救世主の無伴奏版を出版し、チャペルセンタークワイアにて演奏する。1958年、聖歌を編纂、翻訳して出版する。中田は聖会委員会の委員長を務める。1960年には日本イエス・キリスト教団に参加し、森山悟と荻ぎく栄光協会を開く。1969年、和田賢治と共に、 月刊、聖火の友を創刊して、主筆になる。森山悟と共に、小木久保栄光協会を立て上げ、日本の教会音楽に大きな貢献を残し、その功績が認められ1967年11月11日に、安倍正義、清岡秀三郎、津川周一と共に、キリスト教功労者を受賞する。1974年7月14日、 小木くぼえいこで説教中に救世する。去年77、死後、遺言が残されており、それによって、聖火の資料等の財産が、和田賢治に託された。中田重春伝十八18ページ、井書き明ら、精霊に導かれて進もう44から45ページ、米田勇、中田重春伝に四百427ページ、米田勇、 中田茂春殿576ページ、小山玲二著、クリスチャンの若いと一 P28、聖火4ページ、米田勇、中田茂春殿577ページ、ありがとうございます。